長谷博知事は被災者が建物を自費解体する費用を金融機関から借り入れる際の利子について県が負担するよう検討を進めることを明らかにしました県では能登半島地震で被災した建物の解体を進めるため公費解体に加えて被災者自身が業者に発注し解体を行う自費解体を進めています自費解体の場合には 費用を一旦被災者が立て替える必要があります今日行われた県議会の一般質問で平蔵豊志議員が自費解体にあたり建て替える資金がない被災者に対しての支援について正しましたこれに対し長谷知事は被災者の支援についての県の方針を明らかにしましたつなぎ融資にかかる利子負担については 県が補填すする方向で検討します来年10月末までの解体完了を目指し、公費解体に加え、自費解体の活用も促進してまいりますまた現在、解体の際に出た災害廃棄物は現場で分別する必要がありますが、今後は珠洲市と輪島市の仮置き場に、金属ごみを除去する装置などを設置することで、仮置き場での分別を可能にしたいとしています。